力盛パワーマックス、特殊潤滑の老舗大東潤滑さんの二硫化モリブデン系のエンジンオイル添加剤。この真っ黒な液体をエンジンに注入して早半年、走行フィーリングの向上に関しては非常に満足しているんですが、なんかいい感じ。ただですね、少し心配事もあるんですよね。そんなに効くんだっけモリブデンって。それは二硫化モリブデンが話題に上がると必ず出てくる噂話の一つに、固体潤滑剤である二硫化モリブデンがオイルパンの中で硬化沈殿してオイルストレーナーを詰まらせて油圧が低下するとか、オイルフィルターを詰まらせるとか、中にはゲル化して固まったのを見たっていう噂まで。というわけで、いつも使っているエンジンオイルに力盛パワーマックスを規定量添加、そして室内の静かなところに小瓶を保管して観察していたんですが、これが不思議なことに一向に沈殿したり固まったりする気配がないまま6ヶ月が経過して次のオイル交換の時期を迎えたってわけです。そこで今回オイル交換するにあたってオイルパンから出てきた使用済みオイルを観察してみたいと思います。このドロドロのオイルをロシをセットしたロートでこしてみましょう。なんか塊できちゃったらどうしましょうか。もちろんオイルフィルターも分解して観察していきます。噂を確かめます。モリブデンってだって沈殿してオイルパンの底にたまる恐れがあるんでしょ。検証してみましょう。はい、本日2024年の8月5日、前回のオイル交換から約6ヶ月経過しました。6ヶ月経過したんでオイル交換します。用意したのはドレンパン機、オイルフィルター、そして今回2回目の点火パワーマックス LM1101。 2回目ですね。初めての点火の後の次のオイル交換の時にはオイルフィルターの交換が推奨されているので交換するんですが、するんですけども、交換したオイルフィルターを、まあこれは新品なんですけど、交換したオイルフィルターをカットして中身調べて、なんか沈殿物とかないかどうかを確認します。ちなみに最近使ってるオイルはこれです。 SL 級の兼用油 10W30 鉱物油です。現代ではえって思われるかもしれませんが、新車当時の指定グレードです。まあ、はっきり言ってこれで十分です。現在の走行距離はよいしょ、オイル交換から1899キロ、あんま走ってないですね。で、走行距離が 51,078キロです。これで本日交換します。それではいつもの場所で作業します。まあ、オイル交換の手順に関しては以前の動画でも紹介しているんで、そちらを参考にしてください。レベルゲージを少し上げときます。まあおまじないみたいなもんですね。日差しが強いんでボンネット閉めときます。中のゴムが紫外線でやられちゃうんで。この車アンダーガードを外さないと下抜きでオイル交換ができないので運転席側だけ外したんですが、今アンダーガードめくったんですけど、なんか冷却水が垂れてますね。多分ここウォーターポンプが真上にあるんで、ウォーターポンプから漏れてますね。今度交換しなきゃダメですね。まあいろいろありますわ。すっげー真っ黒っすよ。私マエストロは特殊な訓練を受けていますので、排出したオイルを素手で触っても大丈夫ですが、発がん性があると言われているのであまり素手では触らん方がいいと思いますよ。フィルターを外します。これは多分ね、手真っ黒になっちゃうから整備士に嫌われてるんじゃないかな。二硫化モリブデンって、同じオイルだと分かってるんだけども、なんかウヘーとか声出ちゃいますもんね。お前が手袋をしろよって話です。ほらきっと整備士に嫌われてるんですよモリブデンは。で、悪い噂が立っちゃってるんですか。すごいっすもん。
模様が見えませんもん。そしてここからが今日の問題。このドロドロのオイルをロシをセットしたロートでこしてみましょう。なんか塊できちゃったらどうしましょうか。ノーカットですが、コーヒーのドリップ並みに時間がかかるので早送りします。ただまあ確かにオイルの劣化に関しては色では判断できなくなっちゃいましたね。これ綺麗な布で拭きますけど、まあそんななんか沈殿物はなかったですよ。拭き取った布も拭き取ったウエスもそんなに何かあるわけじゃないし、排出したオイルには何の異常も感じられませんでした。これ今外したフィルターです。ちょっと油っ気だけは拭きました。これを分解して中身のろ紙に何かこう巷で言われているような、なんかこう二硫化モリブデンの塊が、こう沈殿した塊が中に取り込まれて詰まりがあるかどうかをチェックしてみたいと思います。あとどんなものがなんかこう引っかかってるかどうか、フィルターに引っかかってるかどうかチェックしていきます。今から分解していきます。どうしよう、台を使って台を使ってどうかな、マイナスドライバーで引っかけを作りましょう。よいしょ、きっかけを作ります。金切りバサミで切っていきます。サンダーとか金の子を使っちゃうと切りくずが中に入っちゃってぶつかどうか判断できなくなりますよね。これといってなんか溜まってる感じはないわ。これといった固形物はないですね、うん、こういうのにはもうこれも異常なし、リーフ弁、うん、どこにもこれといった固形物は沈殿してないですね。じゃあこれを切り裂いていきましょう。今度フィルターの方を切り裂いていきましょう。じゃあこれを展開していきます。蛇腹折りになっているのを展開するために樹脂で固めてある部分を取り除いています。それで広がるはずなんですが、
じゃあ広がりますね。じゃあこれで広げてみましょう。味らしいものもないし、これリリーフバルブが開いてない限りはオイル全量ここを通過するんで、何らかの異物があれば全部ここに残ってるはずなんで、これを開いてチェックしてるんですけど、よいしょ、全部開きました。どこにも異物なんて見えないの、僕が老眼だからじゃないですよ。どこにも異物なんかないですね。これでもう全然フィルターには詰まらないっていうのがもう立証されましたね。モリブデンがフィルターに詰まるなんて誰が言ったんですか。ただし今回のこの検証結果は大東潤滑さんの二硫化モリブデン系エンジンオイル添加剤リキモリパワーマックスを使用しての検証結果です。パウダー状の原粉末などを個人で入手してエンジンオイルなどに混入したものは適切な分散剤が配合されていないので、あっという間に沈殿して巷に流れる噂通りにエンジンに悪い影響が出ると思われますのでご注意ください。それでは新品のフィルターを元通りに組み付けていきます。締めすぎも良くないのですが、工具を使ってちゃんと締めましょう。ここが1、たまに手で締めるだけで OK とか言うてる人がいますが、どんな怪力なんすかね。これで OK。 それでは今回の検証結果を踏まえまして、安心してリキモリパワーマックスを添加していきたいと思います。まずは先にパワーマックスをエンジンに注入して、後からオイルで薄めます。こうした方が初期の混ざりがいいような気がします。え、なんでオイルジョッキで最初から混ぜないのかって、オイルジョッキが真っ黒になるのが私マエストロは嫌だからです。以上です。